ね、何の話だったっけ、まあ、まあ家族優先してで役者業のスケジュール管理っていうのがあまりにも、うん、難しいなと。難しい、ね、その俺が大事にしたい家族優先、うん、じゃあ子供生まれた時に、うん、子供のケアを妻と一緒にするってなった時に、うん、ダメです明日仕事ですって言われたら、うんうん、あんまりすれ違いが多くなってもね難しいよね、うん、なんかスケジュールの仕方っていうのは俺もなんか難しいし、それこそ例えばさ、じゃあ、うん、友達の結婚式とかもさ、うん、これ出れるの出れないのみたいな、 そこら辺とかもさ、すげえわかる。そう、なんか早く返事欲しいのにな、向こうは。でもごめんね、全然なんないと分かんないとかいう、うん、なんか、そう、なんかどうしたって、例えばじゃあ冠婚葬祭でお葬式とかだったらさ、うん、もうこれはもう仕方ないから、もう撮影であろうが、まあ、多少ちょっとかぶろうがこれだけは行かせてくれとかって頼みやすいけどさ、うん、ちょっと結婚式でっていうのなんか無理だね。難しいよね。無理無理。だから親族とかさ、うん、だったらさ前もってこれは強く言えるのに、こうスケジュール NG にしてくれってさ、うんうん、だからそういう難しさなんかね、わかるね。20代はやっぱあったんだよ俺。でも 今になってやっとちょっと言えるようになってきたけど、うん、ちょっと言えるっていうから、そうなんだよね。若いうちは特に言えないし、うん、まあ、俺はちょっとやっぱりもうそういうスケジュール、うん、関係のあれもあって、うん、やっぱりちょっとこれ完全にどっぷり疲れないなっていうのは正直あってさ、うんうん、それでまあ自分で自分のスケジュールを管理できるような形を作るにはどうしたらいいかっていうので今に至るって感じなんだよね、うん、なるほどね。まあでも そういう気質だったよね、もともとね。まあそうなんだよ ね、そうそう、管理されるの嫌みたいなねまあね、やっぱ何でも全部自分でできるようになってた方がいいって思うたちだから、うんうん、まあそこら辺はちょっとねあったよね。なんかそうだ、普通にさライダーとかさ撮影してる時もなんかヒロと印象残ってるの、結構なんかすごい時間が足りないイメージだったね。なんかうん、時間が足りないというか、なんでこんなすごいさ、やっぱ空き時間とかあるわけじゃん。そうそうそう。その中でさ、例えばさ、なんかヒロはさ、なんかその当時覚えてるの、リリック書いてたじゃないか。ああそうだね。リリック書いたりとかさ、その曲だったりとかさ、ね、うん、なんかああこいつは本当はもっと自由に自由でいたいんだなっていうのは思ってた。あ、その当時から。思ってた思ってた。俺はさ、ただ普通に疲れてさ。空き時間やったちょっと寝れるって寝てた人がしたけどさ、うんうん、寝てたね。確かに、まあ、寝なきゃいけないぐらいハードなスケジュールではあったからね、うんうん、でもそうだね、本当言う通りで、やっぱり、うん、役者業って待ち時間も結構辛くて、うん、俺の中では、まあ、正直無駄に過ごしたくないっていうのがすごくあって、うん、まあ、行き急ぎすぎだみたいに言われたりもしたんだけど、うんうん、でもその時間使ってやっぱちょっとでも何かにつなげなきゃっていう、うん、なんかなんであんな焦ってたのかなって今では思うんだけど、そうだね、そうだよね。でもやっぱなんかそういうタイプではあったよね。俺も全然なんか俺もこうだったもん、なんかどっぷり使わなきゃみたいな。いや勇気はねまあ本当に役者に向いてるっていう意味でもすごくこうまっすぐに見てたよね、うん、向き合わなきゃいけないことはこれだって決まったらそれ以外見えないっていうところがあって、うん、そうだね、それがあるとやっぱちょっと自分の中で安心するんだよね。なんかうん、結構自分の中でもさ、それなんか俺変に 無責任なところもあるから。あ、そうなの。なんかこれっていうふうに決められた提示があると、そこにもうそこを見ればいいだけだから。あ、なるほどね。そうだ、例えばさ それがないとさ、ある程度自分で決めなきゃいけないとかさ、うん、自分で例えばじゃあこういうことしていかなきゃいけないとかっていうので、今になってやっぱ必要だな、必要なスキルなんだなっていうふうに思うけど、うん、その当時はさ、うん、これがあるからありがたいからやりますみたいな感じだった俺は、うん、それ以外のことができないから。なるほどね。そうすごいあれだね、自分と向き合ってきてるね。なんか今そういうのをさまあ、当時はそういうのを語れる自分でもなかったんじゃないかなって思って。なかったね、全然ないよ。でも本当役者業ってそういうのもさ、なんか自分のスタイルとしてさ、にじみ出ちゃうじゃん演技で、うん、そうね、にじみ本当に出ると思う。そういうの出てた、やっぱり、ね、今振り返ると今はねきっともういろいろコントロールできちゃってると思うけど、いやなんかね、でやっぱにじみ出るものはやっぱ違うと思うよ。
今と昔は違うでしょ。全然違う、全然違うし、ただつい黙ってそこにいるだけで、うん、例えばじゃあ何かこの人感じるよねとか、うん、何かこの人出すよねっていうのは、うん、多分絶対生きてき方だし、絶対そうなんだよね。多分今芝居やったら面白いと思うよ。あ、どうなんだろうね、面白いかな、うん、今やったら面白いんじゃない。でも俺はとにかく自由になりたくてここまで来てるから、うんうん、自由になれるかな今役者って。自由に取れる環境作ったらいいじゃない。やばいよねそれ。無理だな。無理でしょ。日本的に言ったらなんだこいつってなっちゃうでしょ、うん、だからまあまあいいんだよ。なんかポイントポイントでね、うん、役者っぽいこともたまにやらせてもらえたりはしてるから、うん、まあ、その時になんか、うん、今の自分だったらどう打つのかなってその結果を楽しみにやったりはたまにはするんだけど、うんうん、でもがっつりこう役作りして、うん、そっから入ってっていうのはだいぶご無沙汰だね。なるほどね。そこがね、役者的には辛い時期でもあり楽しい時期でもあるんだけどね。そっか。なんか辛い、だからすごいがっつり作ろうとしてる最中さ、なんかそこに行くためにはさ、いろんなさ悩みをさ自分で取り入れてさ、うん、これってこうかな、合うかなっつって、そこの中にどっぷりハマっていくのがさ、うん、辛い時期でもあるし、そこに対して生きがいがそこにしかないからさ、なんか、あ、これ今でも辛い状況だけど俺これやれてるんだ、あ、幸せと思わなきゃみたいな。役者向いてるよね。違う、向いてないんだよ俺。いや、それ聞いてるとさ、向いてると思うよ。俺よりはるかに向いてるよ。いや、なんかね、これしかできないから。でも俺そんな自分をなんかこのね、コップをいっぱいまでこう悩み詰めて、うん、溢れ出るぐらいやれて、うんうん、役に臨むってやってたら俺死んじゃうもん。そうな、辛くて。でもちょっとマゾじゃん、マゾっ気あるじゃん、勇気。あ、俺いじられると喜んだ顔たまにしてるから、そうなのそうなのかなと思うけど、俺ずっと S だと思って生きてきたけど。あ、そうそうそう、まさにそう。 なんか S っぽくすんだけど、うん、実はなんかいじられるとニコってしてんだよね、うん、そうそう、強気の M だね。強気の M だよね。強気の M だった俺だ。だからすごい向いてると思う。だって辛いもん、役者業ってやっぱり、ね、孤独じゃん、その役と向き合う戦いも含めてさ、ね、うん、俺はね、なんかやっぱこれも自由じゃないって思っちゃうんだよね、うんうん、なるほどね。で、俺は俺のやり方でやりたいっても思っちゃうし、うんうんうん、それはなんか変な意味じゃなくてね、うん、でもちろんそれやるって決めたら監督の意向もあるし、その、うん、ね、あの全体的な見え方っていうところでの言い方っていうのもあると思うけど、うんうん、なんかね、もっとこうしたらいいのになとかを考え始めちゃうと辛いね、うん、ああ、なるほどね。芝居もだいぶ変わってんだろうね、ゆうきのね。ごめんね、最近のあんま見てないんだけど、うん、でもそういうのも感じ取るじゃん、ああいう人たちは。最近のだから俺もずっとさ、要は戦争中のさ、戦時中のさ、田舎のさ、うん、兄弟の長男役をずっとやってたわけよ、うん、で弟にさ、うん、要は風間俊介とかさ、はいはいはい、あと清野奈々とか、うん、いる兄弟のちょっと武骨な、ちょっとこわもての長男でしたの、なんか、うん、坊主頭で、ずっとこんなになりながら、黙りながら、黙りながら何かを伝えなきゃいけないみたいな。それはやっぱ一つ上のだね、お芝居的にはね。そうね、だからそれチャレンジであったけどね、うん、だから今できてよかったなっていう、うん、だからこの年で、まあ、役との巡り合いも大事だし、うん、なるほどな。まあいろんな経験してやっぱり正解もないし、ないよ、もう自分が積み重ねていった結果でしかないよね、うん、そうだよ。